キャプテン翼でございます。さあ、ちょっと待ってください。これね、Wii で、キューブをやるという。これで OK かな？うわ、ちょっと待って。あれ、Wii リモコンが反応して、決める。テクモバじゃねえのかよ。いや、テクモバやってもしょうがないでしょ。牛だらさんが。さあ、こちら、キャプテン翼黄金世代の挑戦ということで、僕が軽く話題に挙げていた、多分、ワールドユース編っぽいです。なんと、ワールドユース編が出ていた。ちょっと待って。完全初見ですが、まあ、普通にニューゲームでいきましょうか。ほう、名前を入力してください。あと、僕はあんま詳しくないんでね。キャプテン翼。さあ、僕の誕生日5月16。あー、ポジションね。いや、ちょっと待ってよ。フォワードは層が厚い。中盤も厚い。ディフェンスもまあ、キーパーないんだ。まあ、中盤のどっかにしましょうか。あ、なんか髪が、前髪で隠れてますね、目が。誕生日シークレットじゃないの？もう言ってるよ。さあ、高校サッカー界の黄金世代と呼ばれた日向小次郎、三崎太郎をはじめとするメンバーたちは、アンダーナインティーン世界大会優勝に向け強化合宿に突入していた。こう。ザッザッザ。ザッザッザ。こいつは夢のようだ。先月テレビで日本代表チームに我ありというものを募集して入団試験をするというニュースを知って、応募して、そして入団試験に合格できたなんて。でも本当は試験の時は緊張してた上にいいところを見せようと焦ってしまい、自分なんかじゃボールにすら触れないと諦めかけていったところに、偶然ボールが来て、わけも分からず無我夢中で蹴ったボールがさらに偶然にゴールしたんだ。今週は何を？なんかサクセスみたいな？で、まあ練習するか。おお、なるほど。まあ、とりあえず筋力強化でもしとくか。ブラジルのコインブラ。あ、じゃあいるんじゃん。あれじゃねえの、サンターナ。オッケー。なんかサクセスみたいなやつだぞ。これコナミですからね。 いや、2だったかな。 どうでもいいわ。 どうでもいいわ。お、石崎。はい、自分はダラと言います。どうかよろしくお願いします。しげしげ。ほーん、何か、お前どことなく貧相だし、ここへ入団したってのは本当なのか？そんな貧相だなんて。それに自分は補欠ですけど、ちゃんとテストに合格だって監督にも。 冗談だってば、ムキになるなよな。でもな、はっきり言ってここの連中は猛者ばかりだ。みんなに実力で置いてかれると、しまいにはここ追い出されるか、しっかり練習していけよ。ボール持つとスピード2倍になるぞ。 それはもう自分でやってくれ。テクモ版は。はい、石崎ね。頼むザロ週末。たら。お、元気がないぞ。だから聞いてくれよ。実は先週、妙な2人組がグラウンドに飛び込んできて、いきなりすごいプレーを散々見せつけられたんだよ。正直で奴らはただ者じゃなかった。あったな、日のあったな。ワールドユース編じゃない？いや、俺ジャンプで読んでただけだから、あんま覚えてないけど。自分は入団試験に夢中で気づかなかった。それでその2人組は俺たちを散々コケにしてすぐに姿をくらましたんだが、俺はそれを見て以来、毎晩夢の中でうなされるんだ。
夢の中で監督がその2人を採用して、その代わりに俺がここ追い出される夢さ。夢とはいえかなり嫌な夢ですね。夢ならまだいいさ、現実になったらと思うと。確かに彼らは驚異的な実力を持っていましたけど、自分たちだって彼らに負けないぐらいに実力をつければ大丈夫ですよ。あ、僕は沢田と言います。ダラさん、はじめまして。たけし、ずっとヒューガさんと同じ東邦学園でサッカーやってきました。さあ、たけしね、お前の言う通りだ。もうあんな夢なんか見ないぞ。そうだ、保険されっぱなしの石崎様じゃないぞ。ブツブツブツ、僕は少し出しゃばりすぎたんでしょうか。でも沢田さんの言う通りだ。自分はまだレベルが低いだけに余計深刻だ。頑張るぞ。 OK、 モチベが上がるのはいいよ。ゴールキーパーとして合流予定の若林さんがドイツでの公式戦で手を負傷してしまったらしい。いつも負傷してんだよな。帰国するまでに怪我が回復してくればいいんだけど。さらに選手はなんと、もう一人のゴールキーパー若島津さんが監督との意見の対立で日本代表から脱退したらしい。二人とも日本の守護神と呼ばれるだけに、この先の日本代表の行く末が不安だ。お、森崎よろしく。日本代表最後の砦は森崎さんなんですね。みんな若島津さん、若林さんのことで不安を感じているんだね。森崎もでも全国制覇してるメンバーの一人なんでしょ。僕だって SDGK なんですね。若林さんと同じスーパーグレートゴールキーパーですか。いや、僕のは少し違って、スーパー頑張りゴールキーパーなんだけどね。ははは、森崎頑張ってくれよ。よし、おお、なんだ、土手行く、風呂に入る、裏の広場へ行く。まあ風呂でも入るか、わからんけど。体調が回復すれば、体力か。お、時計と、と、どうしても欲しかったんだ。G-SHOCKかな親のことや入学した時のあのフレッシュな気持ちを思い出すんだよな。コンディションがあった、モチベーションがあった。美咲さん、いつだったか君の動きを見た時に言おうと思っていたんだけど。ほう、コンディションが低い時はお風呂に長く入ってコンディションを整えた方がいい。はいはいはい、練習の成果も出やすい。コンディションが高いと練習の成果が出やすいと。 おい、ダラ、そうそう、始まるから集まろうぜ。何か始まるんですか。おっと、そうだった、お前もまだ知らないんだよな。試合がない月はみんなで練習試合することになって。ほう、当然お前も参加するんだからちゃんと覚えとけよ。なるほど、そうだったんですね。わかりました。お前も日本代表として試合の雰囲気になれることも必要だしな。ほう、 OK。 守備チーム対攻撃チームという対戦形式、通常の半分の人数でやる。守備チームはゴールを守りきれば勝ち、攻撃チームは得点すれば勝ち。はいはいはい。あー、まあ守備側に行きましょうか。じゃあボランチなんで。え、ちょっと待って、どうすればいいの、どうすればいいんだこれ。全然わかんないうちに始まったぞ。やばい、止めろ森崎。うわー、パンチングじゃない。とりあえず、いや、スタミナめっちゃ減ったんだけど。止めろ。いや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 、マジ、ちょっと待って、とりあえずボール持ってる、ここに行こう。よし、ダラ、ダラのスライディング、うわ、避けられた。松山のスライディング、オッケー、ナイス、いいんじゃない。いや、このスローインをしたやつは誰なの。やばい、
立花兄弟だら行け。あ、松山か。オッケー、いいよ。松山止めるでしょ。オッケー、ナイス。さすが松山。どうすんのこれ。オッケー、パス。そうだ、一旦ダラだな。一旦ダラにパスをして、ちょっとダラを鍛えなきゃいけないかな。さあ25番か、24番じゃねえのかい。よし、ダラ相談にパスだ。オッケー、これはちょっとあれに近いね、多分このテクモ版に。いやー、ダラのパスが、パスミスか。パス精度が低いってことなのかな。やばい、森崎止めるか。森崎スタミナがもう残ってねえんだけど。あ、でもいや、パンチングだよな、キャッチは無理だろ。止めろ。いや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 、ボコスカにやられんだけど。一本ぐらい止めてほしいな。いや、スカチャージいくか。ショルダーチャージ。うわー、マジか、やばいって。 3-0 は。3-0 はやばいね。いや、これキャッチなのかな。いや、パンチだよな。頑張る森崎、一本ぐらい。いや、ダメー、森崎くんだから間に合わない。どうだ、ダラいい練習になった。あ、でもなんかそんなネガティブな、あ、ネガティブな感じにならないんだね。あ、一応評価とか上がってるし。あ、今月行った入団試験の結果、見過ぎの復活など大きな収穫があったようだ。そして私が期待をかけて追ってきたこの翼をはじめとする黄金世代に新たなる風を吹き込むのか。ゼッケン25番。24じゃねえのか。三上さん、今回入団してした連中はどうです。片桐君、我々が成し遂げることのできなかった夢、世界大会優勝はきっと彼らならやってくれる。私はそう信じて。なんだか視線を感じる、誰かに睨まれてるような気がする。気のせいかな。うおー、ヒューガ、ヒューガさんだ。こちらを見てる、緊張するな。お、ここは一ついいところ見せ、えい。いや、ザヨッショー、ミスギくん、ミスギくんがなんか戻ってきたみたいに言ってましたね。緊張して足がもつれてしまった。派手に転んでしまった。ヒューガさんはもういないや、きっとダメなやつと思っただろうな。いや、めっちゃモチベーション下がったんだけど。ちょっと待ってくれよ、ララ君。なんだか最近モチベーションが低そうに見えるけど、そういう状態ではいくら練習してもあんまり成果が出ない。ほうほうほう、散歩ね。オッケー、散歩行ってみるか。こちら驚くような実験があった。お、カモだっけ、カモという男が連れてきた7人の謎の選手たち。出た、リアルジャパンセブンじゃない。彼らは自分たちのことを真の日本代表と名乗っていた。信じられねえよな、カモの連れてきたあの7人と変則ゲームマッチで奴らに勝てなかった。あの7人が正式メンバーに入ると俺たちの中の7人がここを追い出されるんだ。来た来た来た俺の知ってるワールドユース編、ここを追い出される。いよいよ俺の嫌な夢は正夢になるのかよ。何がリアルジャパンセブンだ。特にあの7人の中にいたエース気取りの日野ってやつだけには今後も絶対負けられねえ。真の日本代表メンバー、そして真のエースストライカーはこの俺なんだ。あいつどうなったんだっけ、日野とか忘れちったな。ヒューガさん、すごい気迫だ。
でも実力勝負のこの世界だ。そして悔しいけど今の僕らではあのシーンに勝てなかった。本当に日本代表のことを考えるなら、むしろ彼らのような実力選手が現れたことは喜ぶべきことなのかもしれないね。美咲さん、お前の言うこともわかるが、だが絶対にここで負けるわけにはいかないんだ。翼がブラジルへ立つとき約束したんだ、日本を守ると。噂通り優雅さんの執念と情熱はものすごい、見習わなくては。それにしても美咲さんの言葉、確かに日本が強くなればそれが一番だが、いや、なんで忘れてるんじゃねえだろうな。ほら、お前も早くポジションにつけよ。あ、出た、これもディフェンスよ。森崎止めてくれよ頼むぜ。ボールは あっちか。うわー、逆使えた。こっちサイドにいたんだ。松山スライディング、止めろ。ナイス、熱い熱い。ダラまで触れる。オッケー、これノーマークでしょ。オッケー、さあダラ、ダラちゃんのキープから、キープキープキープ、やばいカットされそうだな。ナイス、よくやった、いいぞ。こいつは高すぎ。松山にパス、うわマジくぅ。あんまりロングパスダメなのかな。だら止めろ、これは反則でもいいぞ止めろだら、ナイス、熱々、いいぞ頑張るだら、頑張るだら、うわだらちゃん、森崎やばいやばいやばい、エリア内だもんね。止めてくれ、止めろ、いやー、くそ、とりあえず松山止めてくれるんだけど、あー、かわされた、マジ。うわマジでナイスナイス、よく止めた。オッケー、松山うわーマジで、だから止めろ、松山か、ナイス。ただなんか、うわ美杉くんいるじゃん、シュートブロックにしてみるか、身構えての。オッケー止めたんじゃない。オッケー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 、美杉くんいるんかい。オッケー、どうだだら、いい練習になっただろ。オッケーオッケー、これでいろいろ上がって、ダラ君、本場の雰囲気には慣れてきたかい。5月のアジア第1次予選までには4月にもう一回練習試合ができるから、次回はできるだけいろいろと試してみるといいよ。いやそうは言うけど、ざわざわ、あのみんなグラウンドに集まってどうしたんですか。みんなでこれから俺たちがどうなるのか話し合っていたんだ。次くん心臓は大丈夫か、どうなるって
先週三上監督が体調崩して倒れたんだ。監督が？それで監督の病状は？しばらく入院が必要らしい。そうなんですか。ん？誰かがこっちへ来ますよ。あの人は？そうなんだ、あの人が俺たちの新しい監督だ。お前ら、俺は入院された三上監督に代わって後任となった鴨美奈と鴨ね。これからこの俺がお前らの面倒を見てやる。特訓がきつくて音を上げるようなやつだ。言うことを聞けないやつは容赦なくチームから追い出すから覚悟しろ。早速お前らには俺のスペシャルメニューをやってもらう。自分で練習内容を決めさせてもらえない？なんだ、絶景25番何か文句あるか。いえ何もありません。これは辛いぞ。ほらペースが落ちてるぞ。お前本当にやる気があるのか。そんな俺にこんなことを言われて悔しいのならお前の腕前を見せてみろ。お、昨日こいつを少し揉んでやれ。俺がこいつを？まあ監督のため頼みじゃ仕方ねえ。それじゃあ球を30回上げてやるからタイミングよく A ボタンを押してヘディングで打ち返せ。ほう、何回成功できるか見ものだぜ。ええ、あ、ちょっと早めか。あ、これ遅いんだ。あ、これ遅いんだ。うわ、ずる。ずるいぞ。早い。ちょっと待って、むずこれ。今の早い。いや、その早いのずるいんだけど、追いつけねえ。勘で飛ぶしかねえな。うわ、ずるいって。パターンあんのかな。あ、この早いのついていけない。え、ちょっと待って、むず。全然当たんないんだけど。いやいやいや、マジやばい。半分もいってないかも。いや、30回長くない？うわ、これ当たんねえんだ。うわー、30回中成功が11回か。結果によってはお前の合宿退去も含めていろいろ考えもあったが、まあこんなもんだろう。お、給付代手もやってる。もういい、行け。いや違う違う、あのね、画面から出てきた時にもうジャンプしてないとダメなんだけど、あの早い時だけそのタイミングで押しても無理だから、読みで今回早いかなって飛ぶしかないぐらいのタイミングやればわかる。これで9大点だからできた方のよ多分。いや、下がったな。ちょっと待って、退去って反応がさ、やってみて、ちょっとやってみて。これいや、わかる、絶対そんなことない。クソカモ、俺たちを潰す気かよ。こんなハードな練習を続けていたら試合どころじゃなくなるぞ。鴨監督の特訓は確かにきつい。だが理にかなった内容でもあるぞ。ついていければスキルアップも早いかもな。来週の練習までしっかりと体力を回復させないと続かないぞ。は何としてもやり抜いてみせようじゃん。ラジ、やればわかる、マジで。悔しい。やってほしい。これだけのためにゲームキューブ。これね、俺ね、Wii でやってたよ。Wii。WiiU じゃなくて、普通の方の Wii。
素直にテクモ版やりゃよかった。ゲームキューブなの？持ってるな。これでもソフトだけだよ俺買ったの。まだ気づいてないのか？先週鴨監督のミーティングでさ、あ、自分はその時ちょっと席を外していたんだ。ミーティングで何か？ダメだろ、ミーティングくらい出なくちゃと言いたいことはそのことじゃないんだ。いなくなっちまっただろ。いなくなったってあの監督があまりに厳しいからクビになったんですか？違うよ、その逆。このチームから主力がごっそりと退去させられちまった。ヒューガだけはまだ残留しているだな。でも練習中の選手が少ないと思ってましたね。ヒューガ、新田、美咲、立花兄弟に地頭、相田、この7人は世界に通用しないと抜かしやがった。あったね、そんな、その流れね。絶対まともじゃねえ。お前もそう思うだろ。じゃあ、U19 世界大会は残りの自分たちだけで戦わなくてはいけないんですね。ああ、信じられねえけどな。もっとも、退去を言い渡された7人は、2次予選前に復帰できる可能性は残されているらしいがな。とにかく、俺たちもさらに身を入れて練習して、これ以上、あの監督にチームをボロボロにされないようにしていくんだ。はい。今度就任した鴨監督のハードトレーニングでみんなはボロボロだ。もちろん自分もギリギリでやっている。ここはなんとかやり抜かなくては。 OK、 もうちょい上がった。まだ頑張ります。だがな、その元気もいつまで続くかな。これ捻挫どうすればいいんだ。監督の正体が分かったんだ。監督の正体、行きたいか。はい。あ、はい、しちゃった。よし、監督はいないようだ。はい、聞かせてください。実は古いサッカー雑誌に鴨の記事があったんだ。実はあの監督、元日本代表のディフェンスキャプテンも務めたこともあるそうだ。なんだ、すごい人だったんですね。だが、ここからが問題なんだ。かいつまんで話すと、ある名門高校では分野をしごきすぎて予選敗退を繰り返し、その後も似たようなことでチームを2部に転落させ、しまいにどこのチームからも声がかからず世界を放浪していたそうだ。じゃあ、今まさに自分たちもその餌食に？そうだ、やつは手持ったチームを潰しまくる超危険人物ってことなんだよ。ここで弱音吐いたらやつの思うつぼだぜ。これくらい耐え抜いて逆に鴨の度肝を抜いてやろうぜ、ヒューガ。でもな、まあこんなところでうだうだしていてもどうにもならねえ。戻ろうぜ。聞くんじゃなかった。うん。あ、でもモチベーション上がったね。誰かに、あれはヒューガさんだ。ヒューガさんは監督に退去を命じられた一人だったけど、命令を無視してここに留まっているんだ。美咲、俺とお前で考えていた早くから一つのチームにまとまりチーム力を高めるって構想はあっさりあの鴨のやつに崩されてしまったな。個々の能力を高めさせるためにお前らをこの合宿から旅立つさ、鴨のやり方、悔しいが正解だったのかもしれない。今となってはこの俺もこの合宿をと。そうだ、ヒューガ、お前もこの合宿を出ろ。松山、今この合宿で行っている世界を目指しての基礎練習はお前に必要ない。いや、それ以上の練習が必要と言った方がいいのかもしれない。それはお前も感じているはずだろ。よく聞こえながらとても深刻そうな話をしているようだ。お前の代わりに日本代表はこの俺が守ってやるよ。ちょっと聞こえたぞ。松山さんはヒューガさんがいつまでもこの合宿から退去しないことが日本代表にもヒューガさん自身にとっても良いことではないと説得しているんだ。分かったよ、俺はこの合宿を出る。そして課題とされたポストプレイでなくなく、さらにグレードアップして、あの日野の野郎なんか足元にもう及ばない世界一を狙うにふさわしいエースストライカーになって俺は帰ってくるぜ。それまでの日本代表任せたぞ松山。ヒューガ、これでヒューガさんもいなくなってしまう。あのエネルギッシュなプレーは見ている方までパワーがもらえるような人だっただけに寂しくなる。いや、これからは仲間のパワーなどに関係なく自分だけの力で鍛え抜くんだ。なんだかエネルギー湧いてきたぞ。いいぞ。週末、あれ大丈夫か。また誰かが自分たちをまくし立てているのか。でももう立ってくれみんな。この声は
俺と一緒に世界の頂点を目指して戦っていける者は頼む。俺と一緒に、まさか来た翼さんだ。そうか、今日ブラジルから帰国したんだ。みんなも翼さんの声を聞いて次々と立ち上がる。自分だって不思議と翼さんの声を聞いたら力が湧いてきたぞ。来月から始まる第一次予選突破を目指して、そのために俺は帰ってきたんだ。翼、俺たちはまだ潰されちゃいない。ヒューガや美咲が戻ってくるまでは俺たちが戦っていかなくちゃいけないんだ。翼さんの声で自分たちが元気を取り戻したのを見て監督は驚いているようだ。でも驚いているのは自分自身でもそうだ。翼さんのおかげで日本代表は生き返る。いや、すごいね。